それもうリタイアアーリーじゃなくねみたいな。リタイアレイトリーじゃんみたいな。別にファイヤーはしてるわけじゃん。ぶっちゃけ。別に今してないけど、別にしようと思ったらいつでもできますよと。はい、どうもです。こんにちは、そこゆきです。今回のお題は、ファイヤー簡単すぎワロタということで、お話ししていこうかなというふうに思います。ファイヤー簡単なの？僕が聞いたことによると、ファイヤー、まあ、いわゆるセミリタイアするには、資産が6000万ぐらいあって、金利 5% とかで運用して、年間300万の金利が入ってきて、税引き後で年利140万だから、月20万ぐらい入って、ギリギリいけるみたいな。そんな話を聞いたんだけど、どうなんですか？なわけないじゃん。80歳まで絶対に月20万欲しいとかだったら、ちょっと話変わってくるけど、まあ、スキルと知識さえあれば、月40万ぐらい手離れしている事業を作れますよっていうお話なんですよね。金融資産を6000万持って、20万の安定収入を得るよりも、いつでも月40万ぐらいが利益できる事業構築をできるノーミスを持った方が早くないと。ファイヤーっていうとみんな投資で自分の時間使わずに稼ぐような状態を作んなきゃいけないと思ってるけど、投資以外でもいいんだよ。ファイナンシャルインディペンデンスリタイア、経済的自立を達成できればいいわけだよね。しかも理解だから自分の労働がなしに、要は投資に縛られすぎてんだよ。時間をかけずに稼げばいいんでしょと。投資で稼ぐよりも他のね事業構築して時間を使わずに稼ぐ方が額も大きいし簡単だよっていう。月40万の利益が出る事業なんか腹くそほじりながらでも作れますよと。その視点で発信してる人っていないよね。ファイヤー系の発信で事業構築しようぜって人いないね。あんまりハードル高く見えるんだろうね。これ青くんがツイッターで言ってたんだよね。これちょっとツイート、ファイヤーとかゴリ簡単なんですよねと。完全手間で月40万利益が出る事業なんか腹くそほじりながらでも作れます。僕はすでに複数作ってます。小さな稼ぎで貯金を貯めて資産運用するより、マーケティング学んで事業を作った方がより早くより現実的なんですよ。みんな学んでないだけ。本当ですか？6000万のキャッシュ作るとか無理じゃね。普通に老後の資産2000万貯めるのとかでもみんなヒーヒー言ってんだよ。6000万とかたまんなくね。いつたまんのみたいな。それもうリタイアアーリーじゃなくねみたいな。リタイアレイトリーじゃんみたいな。税引き後で6000万必要だしさ、1億ぐらいは稼がなきゃいけないわけですよ。事業構築できないと無理だよっていう。逆になんか矛盾してんだよね。6000万のキャッシュ貯めれるってことは事業構築能力あります、資産運用じゃないですみたいな。もっと事業構築能力があって資産が10億余っちゃいましたテヘペロだったら資産運用ですよ。一般人がね資産運用するってのは俺たち違うなって思うよね。やっぱこのファイヤーブームっていうか流れを作ったの多分一番影響してるのって梁学長だと思うんだよね。YouTube 界隈で梁学長は事業デザインを成した人なんで、あいつは事業構築をして従業員もいっぱいいて疲れてもうちゃんとお金を資産運用していこうみたいな感じでお金持ちから資産運用の仕方学んでそれを発信してるんだよ。彼は事業で稼いだわけですよ。誰しもが事業できるとは思わないですよ。月40万とかだったらよほどのことがない限りできるんじゃないかなと思います。まあ一応リプライでもね、収益の自動化って実際そんなに難しくないですからねって肯定してくれてる人もいるし、まあ、あの返信を非表示系の人だったらね、そんなの嘘だね俺にはできないって返ってきてるけど、でも僕も稼ぐ前にそれ言われたら本当にって思ったもん多分。いやでも実際俺らがサブでさベベってやるとさ40万くらい利益出るじゃん。いや1個やればいいんでしょみたいな。じゃあそうだ嘘だろって思われるから事例を言ってほしい。僕も疑ってる。青くんが本当に40万も鼻くそほじりながら作れるの？このチャンネルすでに紹介してる YouTube チャンネル2つですでにね40万だよ。 YouTube チャンネル2つやればいい。フル外注でスターウォーズやるよ、ドラクエやるよ、んじゃっつって終わり。 YouTube の知識さえあればね。 YouTube の知識に6000万なんかかかりませんから。 YouTube の知識なんかねどんなに使っても100万とかじゃない、外注費含めてね。それでうまくいくわけだし、6000万の資産貯めるより絶対楽だもんね。月に5万円貯めても60万なんよ。100年かかる。ちょっともうちょっと現実的にいこう。月に10万円貯金しても年間120万だね。10年間か。それはファイヤーじゃないよね。アーリーじゃない、レイトリーだから。普通にそれも定年だしね。アーくんが40万を生むアカウントを作るのにかかった時間って長く見積もっても2週間ぐらいじゃないの？2週間だね。まあ知識があるからだけどね。その知識を得るのにかかった時間はって言われたら1、2年の話なんじゃないかな。やっぱり絶対どっちが楽かって考えたらこっちの方が楽だよね。別にポジションドックするわけじゃなくてさ、6000万さ運用に回すって今あるけど嫌じゃん。そのストレスよりも明らかにもっとローストレスで月40万の利益出してるから、なんで今6000万置いとかなきゃいけないのみたいな。他にもいろいろあるよね。まあ、SNS 使ってなんか商品売るだけでいいんじゃない。医学系のチャンネルをちゃんと始めて、ね、うん、今2ヶ月ぐらいかな。で先月アドセンス通って今月初月で2万円ぐらいのアドセンス収入入って、でこっから商品売っていくんだけど、今お茶を仕入れてて大体仕入れが1000円ぐらいで売り値が多分3000円ぐらいになるのね。そうなったらさ1個売るたびに2000円じゃん。100個でいいわけよ。月にね、楽勝だね。月100個ってさ、まあ1日3個。1日3個売れないわけないもんね。1日再生数でもう1万回ぐらいあるわけよ。1万回視聴回数取って
3人に買ってもらうだけでいいわけよ。いけるよね。できなかったら相当やばいよ。だってね、どんだけトーク下手なのってなるわけじゃん。1万人の人にさ、買ってねって話でさ、3人も買ってくれなかったらやばいわけじゃん。でも誰でも売れると思うんだよね。1万人の人が聞いてくれてる状態だから。ファイヤーで楽だと思うよ。問題があるから他の動画でも話したけど、ファイヤーした先なんだよね。ファイヤーした先にどんな楽しい人生を歩むかっていうことの方が大事。で、これね、本当にね、いろんなケース言うんだけど、会社売却みんな憧れるけど、いや、売却してからが人生スタートなんだよ、経営者って。言うから。まあ俺ら売却してないからね、偉そうなこと言えないんだけど、別にファイヤーはしてるわけじゃん。ぶっちゃけ別に今してないけど、しようと思ったらいつでもできますよと。他の人からしてみたらファイヤーした後の生活みたいな生活じゃん。まあその身からすると、まあファイヤーなんてもうゴリゴリ簡単ですよと。ほんともったいないと思う。みんな働きたくて働いてるんだったらいいんだよ。俺らも働きたくて働いてるわけじゃん。働くことは否定してないけど、働きたくないのに働いてるのはもうほんとちょっともったいないなと思うよね。好きなことしてよって。月40万ぐらい稼げんだから、マーケティングとかちゃんと勉強しとけば稼いでるし。俺らだけじゃないしね、全然周りみんなそうだから。思った、医学部生活しててめちゃくちゃやっぱ視野狭かったな。でもそれまあ会社員でもやっぱそうなんだなって思うんだよね。いや、世の中でこんなに楽にこんなに稼いでる人たちっていっぱいいるんだ。そんな上手い話があるわけないっていうのは確かにそうなんだけど、いるんだよね。実際世の中やっぱ本当に知識系だなっていうふうに思うし、20代とか30代じゃないと味わえない美味しさみたいなのもあるわけじゃん。それこそなんかラウンジ行ったりとかクラブ行ってさ、女の子と付き合っちゃうみたいな経営者もいるわけだよね。普通キャバクラとかラウンジとかクラブとかに行けるのなんて 4,50 歳ですよ、普通に働いてたら。でその頃にやっぱ付き合えないわけじゃん。もう自分も奥さんいるかもしれないし、向こうの恋愛対象にも入んないわけじゃん。まあ 2,30 代で金持ってたらそこから出会ってなんか普通に付き合っちゃうみたいな、まあ、都内でお金持ったらとんでもない楽しいことは本当に信じられないぐらいあるし、美味しいものもたくさんあるわけじゃん。一晩で10万なんかさ普通使えないよ。そういうのをね味わってほしいなって思います。こんなに稼ぐのは簡単なんだから、お金なんてのものに悩まないでほしい。とっとと稼いで、とっとと楽しい日々を過ごしてほしいなっていうふうに思う限りです。でその先に仕事が好きなんであれば仕事をやればいいし、俺らはそういうタイプだよね。もっとね10億20億50億100億ってとこを見ていきたいんだったら頑張ればいいじゃんって話で、家族を大事にしたいんだったら別に月100万200万ぐらい稼いで家族大事にすればいいだけの話で、月100万200万ぐらいの不労所得を作るっていうのはもう前提というかスタートラインですよっていうところはね。確かに月100万200万っていうのはある程度優等生の出す数字であって、まあ、優等生じゃない普通の人だったら月3、40万ぐらいはでもさすがに出るんじゃないっていうような印象ですね。よほど間違った知識をつけなければ、そしてよほどサボらなければの話ですね。知識をつけてそれを実行しきれればさすがにいけるんじゃないかなっていうふうに思ってるし、同じ知識を持って実行してて 3,40 万利益が出てない人は見たことがないね。というわけで、まあ何かしらねそういった知識をつけていかなければいけないわけですけれども、まあその知識のある程度の部分だったり全体像だったりっていうのはこう概要欄のメルマガからねある程度話してるんで、概要欄のメルマガを見てね、いろいろあそうなんだっていうふうに思っていただいて、まあ行動の一つのきっかけにしていただければいいんじゃないかなと。でもそれでまあメルマガ読んで俺にもいけるかもと思ったらそこで踏み出せばいいわけだし、私には無理かもって思ったらまあ働いてください。じゃあ今回の動画見て皆さんもファイヤーズファイナンシャルインディペンデントリタイアメントアーリースーパー目指してもらって頑張っていきましょう皆さん。そんなわけで今回以上です。ありがとうございました。